定期王公陰氏は、李氏朝鮮第七大国王聖祖の性室。本願は肌平。死後は、次世金人志系特選列秋信元宿騎心、恵み神検定期王公。朝鮮最初の追連調整を行った。陰氏は、漢温土で生まれた。11歳の頃、聖祖の次男、主要王君の性室選びに、宮廷の使者が訪れ、それを見に、 母の後ろに隠れていた彼女は死者の目に留まり決定された。当初、陰氏の姉が正室候補であった。陰氏は一歳年上の主要王君と結婚に男一常を設けた。1452年、主要王君が半明ららと手を組み、気流性難を起こし朝廷を掌握。結婚前、ためらう夫に陰氏は鎧きせ決心を促し成功に導いた。 それが彼女を国政に動かす契機となった。1455年、主要大君は、おいの丹州から王位を奪って即位、因子は王妃となった。しかし、1457年に、長男の桃源君が病没。1468年、清祖が皮膚病を患い抗挙し、同年、次男の栄宗が即位したが翌年に抗挙した。1469年、次世妃は、 栄誉の息子が幼いため、半明と協力し、桃源君の次男で13歳の三君を国王に即位させ、摂政として桃源君の日で新国王、清州の聖母である、ひとし大妃と共に国政を取り仕切った。儒教中心の朝廷で女が直接表立つことが好まれなかったため、玉座の後ろにすだれをかけ、朝鮮で初めて水蓮調整を行った。 一方、仁と大妃は、桃源君の長男、合算大木宮英英僧の息子に養殖を与え彼らをなだめた。夫の意志を継いで、朝鮮の国力を強化した次世代王大妃は、1476年、青州の申請開始に伴い殺傷を退き、1483年、皇居。1873年に、女優英が執筆した、説話集。 近畿筆談に収録された説話中では、娘は二人おり、姉が稲江公主リを、妹が石区公主であるとされている。しかしこの説話以外に、リオの存在を裏付ける文献はない。ありがとうございます。